分どっちかだと思う。どっちか、了解です。ツイキャス始まってます。はい、はい、うん、映ってるよ。あ、なんか服の色と合ってる。柑橘系、フレッシュだね。ビタミンっぽいです。5秒前です。はい、お願いします。はい、お企画ステーション。はい、というわけでやってまいりました、お帰国ステーションの時間でございます。はい、はい、というわけでこの番組はですね、ラジオ番組をやってみたいという思いを持った沖縄国際大学の学生による番組でございます。はい、はい、この後ちょっと改め、なんか久しぶりなんで改まってますけど、この後3時まで生放送でお届けしていきますので、うんうん、ぜひぜひ最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで今日の放送小座のおすけと、はい、チカと、はい、萌えと、ひよりこと、なるみと、夏野です。あと、あ、今来ました。今来ました。エイタです。はい、はい、よろしくお願いします。すいません、なんか小声での自己紹介が若干鼻がムズムズしてくしゃみそうだったんで今。はい、もう大丈夫です。大丈夫ですか。はい、というわけでこのメンバー今日は結構多いですね。このメンバーでお届けしていきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。ちなみにですね、今日なんですけれどもこの後なんと中継がとある場所につながりますので、普段のちょっと前なんていうんですか、フリートーク、オープニングトークはなしで、そのままメールアドレスとかの紹介してそのまま曲に行きたいと思いますよ。はい、というわけでメールアドレスの紹介です。この番組ではメールを募集しております。メールアドレスが 761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp となっております。またこの番組はですね、ラジオの電波以外に、ツイキャストユーストリームにて映像と音声を配信しておりますので、ぜひぜひそちらからもチェックお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけでじゃあ早速曲いきましょうかね。はい、行きますか。準備大丈夫ですか、曲の方は。準備、はい、大丈夫ですよ。今日は地下セレクトで行きます。 お願いします。はい、今日私が選んだ曲は、火曜日の9時ぐらいかな、10時ぐらいかな、うん、にやってるドラマカルテットのエンディングソン、エンディングで流れている大人の掟です。はい、
ちょっと似てた。してない、してない、してない。似てない、似てない。怒られるすぐ。なんかですか。どうしてた。はい、やめよう。ツイキャス見てた。怖い怖い。あ、はい、もしもし。大丈夫です。聞こえてますよ、ミミリーさん。今 CM かかってます。あと30秒ぐらいですね。はい、お願いします。あと1本20秒です。なんだこれ、緊張感やばいです。もう何も知らない。はい。10秒前です。カウントいきますね。はい。5秒前。4、3、2、1、はい、始まりました。今ジングルが流れてます。でも LINE 入力してもらっていいですか。はい、というわけでですね、ここからはですね、プラザハウスで、行われております国際交流フェスティバルでよろしかったですかね。そこでの中継がとある方とつながっておりますよ。それではお呼びしましょう。皆さんの知ってるあの方です。有村架純さん。違うわ。こらこら、うん。ちょっとやってみたかったんで、すいません。こんにちは、はい、FM ことのみみりでーす。はい、こんにちは、どうもみみりさん、久しぶりです。あ、久しぶりです、ことのすけさん、はい。今日はご協力ありがとうございます。はい、いえいえ、どういたしまして。早速ですが、はい、私はですね、はい、今、プラザハウスで行われています、沖縄国際交流フェスティバルにお邪魔しております。はい。そちらの様子はどんな感じでございましょうか。もうたくさんの人でにぎわっておりますよ。楽しいですか、はい、結構雨 であいにくの天気だとは思うんですけど、やっぱお客さん多いみたいで。あいにくの天気なんですが、はい、あのちょうどですね、屋根があるのでこちらは、はいはいはい、雨に濡れずにイベントを楽しむこともできますよ。なるほど。じゃあ皆さん今からでも間に合いそうですかね、はい、スタジオは、はい、今からでも全然間に合います。なるほど。早速なんですが、はい、まずはじめに、はい、沖縄市国際交流協会の会長、島袋リカルド様にインタビューしたいと思います。はい、お願いします。リカルドさん、こんにちは。こんにちは。今年のですね、盛り上がりはいかがでしょうか。すごいすごいすごい盛り上がってますですね。職員券ですね、もう300枚もう売り切ました。売り切れた。売り切れましたですね。すごい。今現在、抽選会やってます。どうしましょうかな、2回目の抽選会。もうすぐに完売してしまったということで。そうですね。ですね、雨でこんな来るの思わなかったですね。はい、すごいすごい本当に。2回目の抽選会は何時から行われるんですか。2回目ですね、6時半、18時ですね、はい、2回目。はい、まだチケットは残ってます。残ってないですね。今作るのを間に合うかどうかですね。はい。今日今年の見どころはどうなんですか。あのですね、2回目最後の抽選会です、はい、おすすめですね。おすすめ、ホテル一泊おペアでお食付き、すごい。あと千葉県からですね、はい、子供たち11歳、うん、男、女2人、ペルノ踊り、マリネラといいます踊り、はい、去年の9月ごろですね、大阪で、そのマリネラの全国、あ、日本大会ですね、はい、沖縄、千葉県、名古屋、長野、京都、大阪、この子供たちね、ユースのチャンピオンです。チャンピオン。はい、そうです。二人。このステージが今夜見れるってことですね。はい、最後ですね。最後、最後の最後です。はい。ぜひ来てくださいよ。ありがとうございます。では最後ですが、リスナーの皆様に一言お願いいたします。そうですね。皆さん、まだ時間がありますから、はい、ぜひプラザハウス2階の方に、はい、おいでください、はい、料理もいっぱいありますね。ペルー料理、タイ、台湾、中国、トルコ、ガーナ、メキシコ。で沖縄吉本コーヒー、はい、お味がありますか、おいてください。はい、以上です。以上ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さん聞こえてますよ、大丈夫です。ただいまのインタビューは沖縄市国際交流協会会長島袋リカルト様でした。ありがとうございます。さあ続いてはですね、フードコーナーに足を運んでみたいと思います。
で、トルコ料理からはケバブが出ております。すごく美味しそうです。続いてお隣は吉本コーヒーさんですね。美味しいコーヒーたくさん並んでいます。シークワーチャージュース、アイスティー、アイスコーヒー、ホットコーヒー、アイスカフェラテ、お買い得価格で販売しております。早速ですが、吉本コーヒーの吉本さんにお話を伺いたいと思います。今日の売れ行きはいかがですか？今日はもう人いっぱいで大繁盛してます。やった。一番のおすすめのコーヒーありますか？おすすめのコーヒーはですね、昨日焙煎してきたコザブレンド。コザブレンド、コザブレンド、飲みやすくて香りがあって美味しいですよ。はい。ラジオを聞いている皆様におすすめのコーヒーまたはぜひ何か一言あればお伺いしたいんですけれども。沖縄市で美味しいコーヒーを作っている吉本コーヒーと言います。今プラザハウスで、国際交流フェスティバルも大変にぎわってますので、ラジオを聞いてくれた方はぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。続いて隣は台湾料理、こちらはちまき、ベジタリアンでも食べられるミーセンと呼ばれる、これはビーフンですね、焼きビーフン。そして、赤いそうめん、本命シェンですね。美味しそう、とっても美味しい、健康的でヘルシーということです。これは辛いんでしょうか？辛くない。美人な台湾出身の方でしょうか？店員さんがとっても美人です。おばあちゃんが台湾の方。美味しそう。ハーフ、自分はハーフ。ハーフの方も綺麗ですね。そしてお隣はイタリア人がきのこのペンネ作る。マルコさん登場でーす。売り切れました。食べたかったキノコのペンネ。ピザも出されたんですか？ピザは作ってなかった。やっぱり窯が一緒ので、もうペンネと麦と豆のスープはとても体温める。寒いだからね。だから売り切れちゃったですね。スープまだあります。皆さんスープはまだあるそうなのでぜひ食べに来てください。ありがとうございます。そしてお隣は、中国料理ですね。中国料理は大根餅、そしてなんだろう、ごま団子発売しております。そのお隣はペルー料理、ペルーのビールも販売してますね。はい、ということでですね、フードコーナーもたくさん美味しい料理が並んでおります。この国際交流フェスティバル、本日19時までプラザハウスで開催しております。お近くの方はぜひお越しください。現場からは以上です。はい、というわけでミミレさんありがとうございました。お届けありがとう。はい、ありがとうございます。それではプラザハウスの沖縄国際交流フェスティバルですかね。頑張れよ。頑張れ。頑張れ。はい、ありがとうございます。まさかのコメント、応援コメントいただきました。ありがとうございます。はい、というわけで。頑張れ。はい、頑張ります。2回目ですね。重要なんで2回目です。はい、ありがとうございます。というわけで、ブラザーハウスからミミリーさんと山内さんに電話中継しました。ありがとうございました。はい、というわけでここからは通常営業に戻っていきますよ。通常営業、はい、戻りますか？戻ります、はい、というわけでですね、どうしましょうかね。時間的にはまだ16分ですか、始まって、うん、という感じなんですけれども、うん、どうしますか。なんか最初俺これ中継終わったらすぐね、なんか CM 行こうとか言ってたんだけど、まだタイミング的に2回目の CM 早いので、はい、どうします、どうしましょう。コーナー行きますか。このつながりで国際的な国際的な、ね、国際、はい、国際的なコーナー任して任して、はい、今日コーナー一応チーカが担当なんですけど、はいね、国際交流フェスタといえば、といえば、はい、我らこの沖国ステーション
の人がなんか国際的ななんかどっか行ったんだよね外国に行ったんだよね国際的なっていうか誰が行ったのかなはいあれはいはいはいあの一人で行ってない一人で行ってない名前ひよひよりこと萌が行ってきました。おおどちらに行かれたんですか。台湾ね。どちらに台湾に行きました。台湾に行きました。さっきね紹介されてたから、そう食べたものもいくつかあって、っそうそうそう懐かしい。懐かしい。一週間前だけどね。一週間前に行ったんだ。うん、懐かしい。あということで今日のコーナーはこのお二人でお願いしたいと思います。はい。分だけとない。めっちゃ分だけるやつ。すいませんね、うんうん、聞きたいなと思いまして。はい、台湾の思い出話を、ね、めっちゃしゃべる時間あるんだけど。本当だね。どうしよう。紹介ちょっとお願いしたいな。何から行こうかなじゃあ。たくさんあるけど。たくさんあるね。何食べ物から行く？食べ物から。さっき紹介してたちまきの話とか、うん、ああ、うん、そうだね食べ物ね私たちは3泊4日で6人で台湾に行ってきました。なるほど。で待てよ何から話そうかななんかまず一番びっくりしたのが、うん、道路が6車線ぐらいなかったっけ。それぐらいあった。片側6車線ぐらいあって、しかもみんな飛ばすんですよ。もう高速でなんか4人乗りの車になんか6人乗せられて120キロ。ちょっと待って止まらんでしょ。止まらないの。もうね120キロぐらいで曲がるから死ぬと思って。そうでもみんな運転がうまいからそうやばかった。そうぶつからないんだけどさ。そうだったね。なんか駐車とかもね、うんうん、テクニック半端なくて、うんうん、なんかあの名護の桜祭り行ったことあります、はい、あっちの道って結構狭かったりしますよね、はいはいはい、あれよりもうちょい狭い道がいっぱいあって、はい、でも観光客多いから観光バスが通るんですよそこを。でだから2台大きい車通れないじゃないですか、うん、それでなんかね、うん、読み合いというかなんかもうやばいんですよ。フレフレであと1センチずれたらもうやばいよみたいなので、はいはい、もう後ろ座ってたのでなんかもうやばいよここぶつかるよやめてって言ってたんですけどなんかこの人も行くんですよね、はい、そしたらもう絶対にぶつからないんですこの人。そうそうそう、すごいよね。すごい、なんでぶつからなかったのって拍手を起こる、ね、そうプロだった本当にね。感動したよね、うん、でもなんか最初はなんか乗ってる側だから心配だけど、うん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 、もうね慣れてきたら、うんうんうん、絶対ぶつからないみたいな安心感がね。そうそう安心感がね。絶対ぶつけないだろうなっていうね、本当にねスレスレでね行ったりとかして。そうなんか歩行者優先じゃないので、うん、あっちなんか曲がるとき意地っぱ曲がるよね、うん、なんかね隙間があったら、うんうん、スッって行くんですよ。もう引きそうなるぐらい、はい、それがもうね、うん、恐怖だった。そうね、バイクも向かってきてんのに、うん、行けるって行くんですよ。もうねヒヤヒヤこういうところは。なんか台湾ってバイク多くなかったですか。多かったです、ね、とっても多かったです本当に。暴走族沖縄のなあれ波じゃないぐらいなんかいてね、おじいちゃんとかおばあちゃんも暴走族っていうかね暴走族っていうかなんかおじいちゃんとか ね多かったよね。結構乗ってて、うん、可愛かった。ヘルメットでコフェを出してる。そうそうそうなんかいろんなあのめっちゃバイクいるんですけど一人一人ヘルメットが違ってて、うん、なんかグデ玉とか可愛かった可愛かったとかミッキーとかそう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 、そういうね可愛らしさを出しつつ、うん、とかあと何かびっくりしたかな。びっくりしたことか、うん、何がしたことは優しさって。あ、優しさね。そうそうそう、萌えの優しさトークは止まらない。止まらない。多分あと1時間はかかるかな。足りない。オーバーオーバーの人たちって本当に優しくて、ね、龍山寺っていう寺で、うん、ある人と出会ったんですよね、うん、ある人と出会ったんですよそう、節子さんという名の節子さん、まあ、せっちゃんって呼んでるんですけどなんかこの台湾の方なんですよ、はい、でなんかこの龍山寺で参拝の仕方がわからなかった時もうどうしたらいいのかなってね、うんうんうん、もう全然沖縄と違うんですよ参拝の仕方が、うんうん、なんかねこう
お香、うんうん、お香を3本持って、うん、なんかお祈りした後に刺すみたいな、うん、なんかよくわからなくて、うん、なんかいっぱいあるんですよ、神様がいっぱいいてどこから先にみたいな、うん、順番とかもわからなくてどうしようしてたら日本語で声かけていただいて、すごい、そう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 、日本語喋れる、そう、すごいペラペラで、でも命令口調だったりするけど、ね、進めみたいな、前に進め、教えてやる、ついてこい見ろそう、だけど全然見込めなくて日本語喋れる人多いからね、なんかこのね、そうそうそう、片言でも日本語喋ってくれてるの、頑張ってるの、なんか伝わってくると嬉しくて、自分が外国人になって初めて分かったよ ね、 そうだね、なんかね、片言だから話すの恥ずかしいって今まで思ってたんですよ、なんかこの沖縄に来た外国人の方に、うん、ハローとか言うのちょっと恥ずかしいみたいな、はい、あったんですけどね、わかる、だけど片言でも話しかけてくれると頑張って嬉しいんだなって思って、うん、帰ってきてガンガンもうね使うようになって、うん、あ、まあ、リュウザンジ、リュウザンジの話ね、惚れた惚れた、なんか私たちはツアーとかじゃなくて個人でも行ったんですよ、だから一応行く場所は大体決めてたんですけど、うん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 、交通手段とかも全然わからなくて、うんうんうん、電車の乗り方もわかんないし、うんうん、でまあお寺に行ったのはいいけど参拝の方法もわかんないし、うん、って時にこのせっちゃん、せっちゃんが声をかけてくれて、ここは何の神様だからこういうことをお願いしなさいみたいなでして、でね、で、まあ、縁結びの神様が、まあ、大事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 に言う人と、あの今エイターがなんか苦笑いしてそう、なんか縁結びの神様ね、うんうん、赤い糸までもらって、うんうんうん、でそこもちゃんと、ね、せっちゃんが案内してくれなかったら、ね、赤い糸までもらうことできなかった、本当にそうで、ひより子大事、そこ大事大事大切に赤い糸はね財布の中に入れて、赤い糸の守りもね、もらい方すごかったよねお願い事してなんか、うん、なんて説明すればいいの、あれお願い事して、あ、なんて言うんですかね、なんか石じゃないけど何か2つの三日月型、うん、みたいなやつを投げるんですよ、地面に落とす、落とす、で落とした時に表と 裏だったら、1枚が表1枚が裏だったらいいよみたいな、願い事が叶うみたいな感じなんですよ、でも表と表だったら、叶わない、で裏と裏だったら、怒ってる、神様が怒ってるっていう意味らしいんですよ、うん、表と表だったら、そうそうそう、で裏と裏だったら笑ってる神様が、だからもう一回言えみたいなね、うん、なんか笑ってるっていうのはなんかちょっとバカにして笑ってる絶対もう裏裏だったわ、ちょこの神様性格悪いな、ちなみに一発で、ありがたくも私だけです、なんか3回やって3回ともそれだったらいいんだけど、ヒヨ、うん、みたいに、うん、なんかこの3回以内に裏と表が出なかったらダメみたいな雰囲気だったんです、3回ともなんか笑われてて、ずっと笑われてて何のお願いしてたの、もう え言われた通りにお願いしてたんだけど、ちょっとバカみたいな、笑われてたんだけど、高望みしすぎみたいな、あどんまいだったの、ちょっとなんか萌え泣きそうになってて一人だけだったんですよ、あの6人ぐらいやってたのね、なんかあっち北海道から来られた2人組の女の人も、うん、なんかこのせっちゃんと一緒に、うん、なんだろうね、はい、回ってたんですけど、はい、その方たちも一発で大体ね、うん、やってって一人だけなんかで、しかもなんかみんな他のところもう次行きたいのに萌え待っててあごめんなさいみたいな、もうこの緊張感と、あこの叶わないのか笑われてるなみたいなあみたいな、もうパニック、でも3回じゃなくて大丈夫だったんだ、4回目で、うんうん、あと1回投げなさいみたいな、うん、なんかおかしいねみたいな、そう現地の方にとりあえず投げて4回目でやっとゲット、うんうん、して無事に ね、 まあね、それで、うんうん、その後ね、せっちゃんが、うんうん、もう占い、うん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 、すごい当たるとこあるって言って、うんうんうん、そうで、なんかここ予約してあげるか行きなさいって言われて、優しい、そうすごい当たるらしいんですよ、うん、現地の人がこれ分かるからさ、うん、みたいな、うん、で、うんうん、行きたいけどなんか電車乗り換えして行かないといけなかったんですね、はいはい、でも電車乗ったことなかったので、ずっとタクシー移動してて、うん、そう怖くてね、電車とかね、うんうん、沖縄県民だから、そうで、そしたらなんかせっちゃん最初はここでボランティアやってるからガイドの、ここから離れられないって言ってたんですよ、うん、なのになんかどこから来たのって言われて沖縄ですって言ったら沖縄連れてくみたいな連れて
早くついてこいって言うんですよ。そう、それでなんか占い行くまでの道のりずっと電車も乗って乗り換えも教えてくれてって一緒に占いのところまで行ってくれて、そうこっちはなんか友達の店でとっても美味しい食べ物あるからこっちにも行きなさいねとかなんかいろいろ言って、でここから先行ったらもう占いだから行ってらっしゃい、私は寺に戻るよみたいな、そう本当に案内してくれただけなのにもね、自分のお金と時間とね労力を使ってまでここまで教えてくれる現地の方すごい優しい。でなんかこのせっちゃんが龍山寺でずっとガイドしてる理由、それがまた感動したんですよね。聞きたい。なんか日本に旅行に行った時せっちゃんがなんかスリにあったらしいんですよ、日本でスリに遭ってしまってどうしようってなってる時に日本人の方に助けていただいたらしく、そう日本人の方に助けていただいてそのご恩を返すために日本の人向けに観光ガイドをしている、16年やってるらしいんですよ毎日。すごい鳥肌立って ね毎日龍山寺にいるらしくて、日本人見つけたら ね日本人と交流すごい多いから、なんか日本に向けての年賀状毎年欠かさないって言ってました。優しい。すごい、せっちゃんの携帯見たら LINE の友達がもう日本人だらけ、もうトークが全部日本人みたいな感じでね、すごかったね。せっちゃんに教えられて占い行った後、この帰り道が今度わからなくてねそしてなんか駅員さんに聞いてたんだよね、そう駅員さんにここ行きたいんですけどって聞いてたら、通りがかったまあ、ご年配の方2人が、あ行くから一緒にみたいな、ついてきてみたいなって言ってくれて、ねこの方たちなんか電車に乗った時になんか自分たちの家ここなんだみたいな指さした場所が真逆だったんですよ、だから反対側のに乗ればすぐ着いたはずなのにわざわざ遠回りして教えてくれてたみたいで、もうねごめんなさいって思ったよね。もうここまでしてくれる優しさで、なんかこの降りた後もね、なんか自分たちここまでだからなんか駅員さんの人にこの子たち教えてあげてねみたいな、ずっとなんかもう言っててくれて、もうなんかねガイドブックみたいなのも渡してくれて、そう最後まで面倒を見てくれるんですよ。やば、優しい。この方たちも優しいんですけど、なんか電車の中でご年配2人だったのでもう座れるかなぐらいのも満員電車だったんですね、満員電車いっぱいいて、で席が空いてなかったのにすぐ立つんですよ、みんな立って席を譲ってくれるんですよ、このご年配の方に見たらねすぐ立ってどうぞ座ってくださいみたいな、でこの方たちもなんかこういうの慣れてる、これが当たり前なのかな、なんかもうあって言ってスッって座るんですよ。そうもうなんか優先席っていうか、まあ、若い人が座ってたら普通だったら多分東京、私も何回か東京行って電車乗ったことあるんですけど、まあ、なかなか譲るって場面見たことなかったんですよ。だけどおばあちゃん、まあ、お年配の2人はもうすぐそこに直行するんですよ、もう座るのが当たり前っていう感じで、で、まあ、座ってた人もスッて立って譲るみたいな、そう、それが当たり前っていう感じになってて、この優しさに何回心やられたか。ったね、でもまたね日本人の、日本人好きなんですよね、なんか親日で、でタクシーの運転手さんも話せる人多くて、なんか可愛いんですよ、なんか日本語喋れないタクシーの運転手さんもなんかこの Google の翻訳機能を使ってシェイシェイドゥドゥンありがとうそうすごいなんかなんかこんなことしてくるんですよ、めっちゃ可愛くてなんか喋って、ピロン車内はとても暑くなりますみたいな、でなんか暑いみたいな気遣ってくれたんだと思うんだけど、友達が咳してたんですよ、このカフェ気味で台湾行ってしまったので、で咳したからすぐに温度上げて、で車内はとても暑くなります、最初私たちこれ聞いた時どういう意味みたいな、ちょっと困惑したけど、あなるほど綺麗に通訳されないので、
優しさに触れて、ね、ツアーじゃないのに今なんかツアー気分でした。そう、そう、変なんかね、うん、独特な変わったおじさんとかもいたよね、うん、なんかあーいたね、なんか、うんうんうん、何あっちなんて言えばいいの、寺、寺っていうか、まあ、観光スポットの一つに行った時に、はい、で犬を連れてるおじさんがいたんですおじさんいてまあまあまあ、まあ、あっち台湾ってあのあれなんですよ、あの話し飼いじゃ、話し飼いというか、大体犬が話されてる、話されてるんですよそう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 、でもついて、ついてくる飼い主に、飼い主に超可愛いの、そうそうそう、本当になんか信号待ちもちゃんと飼い主のためにパッてやってて、うん、でなんか赤になって飼い主歩き出したらなんかコーギーとかさ、お尻可愛いじゃない、はい、2匹いてコーギーが話し飼いにされてるプリプリプリって言って歩くのもう超可愛いもうね、リードされてないの、そうそうそう、でそのおじさんと犬がいて、そうおじさんなんかいろんな人に声かけてるみたいで、観光客の私たちにもそう声かけてきたんですけど、がピクチャーって言ってて、うん、写真撮ってほしいって最初は思ったん、って思ったんですけど、なんか犬を渡されたんですよ、そう犬渡されて、はいみたいな、そのおじさんの犬はちょっと凶暴だったからリードついてたんですけど、でなんかね犬と一緒に撮ってほしいみたいな、うん、それを集めてるらしくて、はい、自分は映らない、自分のペットの犬と、そういろんな人と写真撮るみたいな、そうなんですよ、なるほどね、最初はねなんかこうなって、あ、オッケーって言って映っていたんだけど、うんうん、犬が友達に懐いたのか、うん、コロンってひっくり返ったんですよ、はい、うん、懐いた証拠じゃないですか、はい、したらなんかこの飼い主のおじさんが、うん、わーって言って、なんか急に走ってきて犬抱えて友達の膝の上に乗せるんですよ急にで友達で犬がもう吠え出してわー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 みたいな、凶暴している犬をずっともうここにね乗せられてるから怖いみたいな、怖で、なんか潔癖ちょっと入ってんのかな友達は、なのになんか服の上に犬置かれたらショックとなんかねわーってなってて、でとりあえず写真撮られてでもなんか犬が降りてもう一回コロンってしたんですよ、ごめんなさい、ツイキャス切れました、あ、はい、どうぞどうぞ喋って、もう一回コロンってして、はい、なんかこの子の抱っこされた子の隣にあと一人女の子いたんですけど、その子のことを写真見たら見てるんですよ、ずっといつも撮られた写真、撮ってもらった写真見たら、犬がこの抱っこされてる子じゃなくて隣の女の子を見つめてるんですよこの子に抱っこされたかったんだと思って、ね、でも撮った後にもう一回撮るからみたいな、でなんか犬がもう一回コロンってしよったんですよ、でなんかね多分この子に抱っこされたかったからもう一回コロンってしたのに、うん、おじさんもう一回この子の上に置いてもうずっと泣き叫んでるっていう変ないい写真だったね、いい写真だった、みんな笑ってたみんな笑ってよかったよかった、なんかね積極的っていうかね、でなんかこのおじさん、あ、この犬の名前チノって言うらしくて、チノハングリーみたいな、でなんかチノハングリーだからって言って、なんか川の中から、カバンの中から、うん、食パン取り出してきたんですよ、あげるんだって思ってたら、うん、自分が食べるんだよ、何何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 何ってなってから、なんかペッて出してからチノにあげるんですよ、多分柔らかくしたのかな、もしれないけど一応ペッて出してあげるんですよ、であとは自分が食べてそれっきり、それっきり何もあげることなく、そう、この一口だけみんなで、ね、あいつ結構スパルタしてるって話してて、あんなに頑張ってたのに、ね、あんなにそう、ね、面白い人もいっぱいいた、ね、そう、うん、接客もね面白かった、うん、おでん食べながらとか、うん、化粧しながらとか、うん、おしゃべりしながら、うん、歌歌いながらとか、うんうん、携帯いじりながらとかもありましたけど、うんうんうん、自由、本当に自由、とにかく自由、うん、すごいよね、そう、自由、もう毎日が濃い、うん、すごいの、本当にそう、めっちゃ濃かったね、濃かった、本当に濃かったよ、もうもう一回行きたい、行きたいね、もう可愛かったみんな、うん、なんだろうねいいですねやばい、そう、皆さん海外行ったことありますか？うん、あります。お、あ、そう、そうでしたね。台湾とオーストラリアとありますね。臭豆腐食べました。あの臭豆腐ってもしかしてコンビニで毎回してたあの匂いじゃない？そうなの？違うかな？わかんない。納豆より臭いやつ。
なんかあの毎回コンビニに入った時に同じ匂いがしたんですよ。うってする感じ。そうなんです。多分それだと思います。あのなんかドス黒い感じの。あでも卵だった。卵も入ってた。おでんのもあった。あれが一番なんか台湾に行った友達はこの卵みたいなのが匂いもコンビニ入ってた。そうやっぱあの卵だったんだ。なんね、入ったら異臭がすごいするんですよ。あなんか日本人では受け付けられないみたいな匂いがしてて。でもなんかこのおでん普通のおでんもあるけど、うん、その横になんかもう魔女が作ったみたいな、なんかすごいなんか黒い真っ黒い液体みたいなのの中になんかひび割れた卵がグツグツされてて、うん、なんか怖いみたいな、このちょっとね真っ白の卵じゃなくてまたちょっと怪獣の卵みたいなやつ、なんか今日もうディスがすごいねもうなんかすごいディスるなと思ってこんな感じのやつ。一応臭豆腐画像調べたんですけど、普通のこの揚げ豆腐みたいな感じの。美味しそう、食べてないです。一応ね、匂いはもう多分日本人無理だと思う、マジで。けど一応台湾の人からしたらこの豆腐よりも納豆の方が臭いっていうらしいんだけど、まあ文化の違いかなとか思いながらも、いやでも日本人あれダメだと思う。でも豆腐は食べましたよ。なんかこのしゃぶしゃぶの食べ放題に行った時に、いろんなすごかったよね、あっちのシステムも。しゃぶしゃぶ肉だけ注文するした後に、自分で入れたいものを全部持って、自分でバイキングみたいな感じで野菜とか豆腐とか七味とかデザートとかハーゲンダッツの食べ放題もあって、そうであったんですけど、こっちの中に豆腐あって、豆腐食べたくなったので、豆腐入れたんですよ、はい、もし食べてみたらなんか思ってた豆腐と違くてなんかスポンジみたいなんですよ、中がカフカフスカスカ、 あれじゃない高野豆腐みたいな。そうそう、高野豆腐じゃん。あ、そんな感じの、でもスポンジみたいだった。そうなんか、あ多分それ高野豆腐じゃん、なんかもともとカピカピで、あの水入れたら膨らんで、なんかちょっとザラザラした食感の豆腐みたいな感じ。普通に売ってるスーパーで日本にある、そうだから、この豆腐に戻す前にこうつけるのの、例えばなんか何だかな、この例えば醤油とかにつければ味も醤油っぽくなるしみたいな、普通に水とかでつけてなんか鍋に入れるのもできるしみたいな感じの豆腐ですよね。なんかいろんなのあった、あでも今となっては卵食べとけばよかった。本当？なんかひより子食ってそう。ひより子食ってそう。なんか1日目の夜にすごいお腹壊してたんですよ。なんか食べ過ぎて。そっち？俺なんかさ、ああいうとこさ、あのホテルの水がやばいイメージ。もう口にとかに入ったらやばい。水はもうね、一切ホテルのやつ飲まなかったんだけど。なんか頭開けてちょっと口にでも入ったりとかしたら、もうお腹壊すイメージなんだけど。なんか私の場合は多分ただの食べ過ぎ。なのに卵食べたらちょっともっとお腹壊したのかな。もともとあのお腹があんまりよろしくない。弱いキャラ。占い師にも言われてた。当たりじゃん。待って、占い師どんなだったの2人。来たい。超当たるんでしょ。あ、超当たるってゲッターズ飯田と写真撮ってたり、なんかアキーナとかこのハリフェンボンとか結構日本の有名人の方と、日本語 OK なところだったんですよ。どなんて言われたの？なんて言われたの？一応金持ちになるって言われました。めっちゃいい。嬉しかった。だけどね、なんか、そう、今幻見てるって言われました。理想高いねみたいな。あ、見てそう。幻見てるって。幻丸ってされた。幻見てる。でなんて。なんか超気になってるさ。でも。私は一番幻見てそうだけど。ちょっと待って、幻言われたかな。そんなん言われてないかも。なんてなんか結婚早いって言われたよ。何だった、4歳だったかな。まあ結構あれだね、24歳です。4年後、嘘でしょと思って。あ、一番ありえないじゃないですか、一応あの私が結婚って。自分でも、ちょっと待って、自分でもなんかだって結婚とかそんなもう高い次元の話じゃないじゃないですか。とりあえず彼氏作らないとやばいみたいな状況なので、だから、あ、じゃあ近々彼氏できますかって聞いたんですよ。そしたら、あと 2,3 年は無理みたいな。大学卒業するみたいなね、そんな焦らないでって言われて、
はい、え、うっそと思って、死んでるやんけ大学生活ちょっとショックだった。でも占いはいいことしか信じないのでいいんじゃないそれ、ね、はい、いいんじゃないですかね、いいと思います、はい、おちょっと時間もあれなので、はい、話の区切りがついたところで CM もう一本行きましょうかね、はい、CM です、はい、うん、ちょっとツイキャス呼んでいいですかね、来てるので、おメールはあコメント読んでからでいいです怪獣の卵って笑いてる。すいません。あれ見たこれ。でも友達食べてたよ。あ、豆腐あった？あ、豆腐じゃない。卵あった。食べればよかった。なんか黒いの。これでしょ。え、うん。あ、わかんない。なんかさ、辛いものしか見てなくて。ピータン一回食べた。え、本当ですか？どうでした？エンディング頃でいいんだけど、この中継してみた感想とか、あ、よくいいです。こととかもちょっと伝えてね。はい。何時まで？結構遅くまでやってるイメージはあります。え、ホテルで何が何がピータン、これピータンって言うんだね、かわいい。そうそう、なんかピータンって言うらしいよ。うん、同級生がエイサーで行って、うんうん、でホテルでこれが出たってピータンが、どうだったって美味しいのかな、美味しいの、美味しいっていうこと、なんか卵がもともと無理な子が分かって、ああなるほどね、分かんないけど匂いはすごいけど食べれたみたいな、美味しかったって。あ、そうなんだ、この匂いカンカンって匂いはね、そうそう、これ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 、うん、それだね、そうそうそう、こんなこんな感じなんですよ、普通のなんか里芋っぽいけど、あ、なんかね、色がすごい、魔女が魔女、そうそう、魔女料理、魔女料理、え、でも、成美さん食べたんですよね、え、これがピータン、あ、これがピータンじゃないかな、わかんない、入ってる状態は違うっぽいよ、茶なんちゃらかんちゃら読めない感じ、茶よん読めないな、一応なんかこれがずっと必ずコンビニにあって、セブンとかあの、ファミマとか、トイレ乾杯でーす、ごめんね、5秒前、はい、はい、というわけで引き続きお帰国ステーション続けていきますよ。はい、というわけでここでですね、ツイキャスの方結構台湾旅行についてあれこれ来てますので紹介したいと思います。お願いします。はい、ルドルフさん、台湾旅行のお話ですね、香港とよく似てますよね、狭い道すごいスピードで走るのはてんてんてんと、確かにね、行ったことないからないな、確かにね。そして高橋さん、こんにちは、台湾のウェルカムンチューということで来てます ね、あちらも親切な方がたくさんいられたということで、親切なせっちゃんのお話ですね、はい、ということでルドルフさん、せっちゃんって自分でせっちゃんって言ってたの、せっちゃんって呼んでって言ってたよ、呼ばれてるみたいな、プリーズコールミーみたいな感じの、あ、なんかせっちゃんみたいな、どったっけ、なんかせつこって呼んでみたいな感じだ、せつこだよ、せっちゃんって呼ばれてるみたいな、あ、もうせっちゃんって言えって、なんか言えだから言えだから言えだから思って今だったかもな、なんか、はい、呼びますみたいな感じだったかも、ちょっと女王様キャラなのかな、可愛かったよね、うん、可愛かった、そうなんだ、はい、だったんですね、はい、まあでもこれ ルドルフさんも言ってるんですけど、変な人に連れてかなくてよかったですねってことに言ってますね、本当に最初ね、超新日かなんだったら人のこと信じられなくて、あ、行きたてほやほや日本語で話しかけられたら注意しないとみたいな、うん、なんか詐欺師多いみたいな、なんかどこからか仕入れて一応もうね、信じられなかったんですけど途中からね信じすぎな部分もあったかもしれないでもあのいい人に会ったからよかったね、本当によかった、うん、なるほど、なるほど、そのさっきのあれですね、怪獣の卵って笑って世の中の銀のホテルさんからも来てますけど、それピーターの話かなってことで、うん、来てますね、エルダルさんからね、うんうん、でも野の中の銀のホタルさんから臭豆腐ではなくてということで来てますが、それも本当に臭いんで、次本当にもう行ってみたら、次さ臭いやつ探してみてください、食べようマジで日和子食ってそうそのイメージはどういう意味なのかな、それなんかもう食べたいみたいなやばじゃなんかせっかくだから食べたい、そうそうそう言ってそう言ってそう、なんかでもお腹壊すっていうみんな一回食べてみようよって言ってそう、みんな断って一人で食べてるパターンかも、うん、ありえる、食べてよみたいな顔されゆいち一
ぱいあったかもね、ゲテモノ。なんかあった、なんかいたなんかテレビで見たことあるような、なんかゲテモノ、虫とか、カエルとか、ちょっとあった。カエルとかいなかった。いや、カエルは あれでしたよ、なんか金魚福井のノリで、うん、なんだったっけあれ。カエルじゃなくてカメ、カメ福井とかあって、ちっちゃいカメ、カメとかデメキンとか、金魚福井のノリでいろんな種類のものがファッって置かれてる、すごい楽しそう、ね、救えなさそう、ね、笑っちゃったもん、あ、なるほどなるほど。あ、最後にツイキャスコメントでルドルフさんから占い師さんが幻っててんてんてんバクついてます バクついちゃってる、称されていますよ、幻丸現実見なきゃな、費用もでもそれを占い師に言われるもなんかね、でもヒョル君言われたかったらまだ幻見てていいじゃん、うん、そうだよ、幻は言われてないんでしょ、許可されてる、幻見てても4年後には結婚できるから、あ言われて、確かにね、いかじゃ、うん、いかいかいかスパン早いよね、早いよね、2、3年いないのに1年ぐらいでトントントンだよね、出会ってすぐプロポーズされるパターンかもしれない、あすごい、結婚前提にお付き合いみたいなパターンじゃん、あり得る、よっしゃよっしゃ、安定楽しみにしとこ、ね、うん、かもう見合いからどっちかでも、それを今ちょっと言おうしたけどやめたんだけ ど最終手段は見合いですよね、本当は恋愛結構なりそうです、ね、24で最終手段持ってくるのは嫌だな、ちょっと早いな絶対お見合いでよりと嫌だ、やっぱ恋愛結婚がいいです、喉の中の銀のホタルさんから未だ幻を見ているってきましたね見てる今だね、でもあなたはねジブリとか好きだから、あそういうのそうそう、そういう感じ、ね、ネガティブな幻も見てるみたいな、だから夜眠れなくなるよみたいな、あ、まあ、あそうネガティブだからいやごめんごめんごめん、チェーン押しといてチェーンはどこだあ、オッケーオッケー、もうはいはい、9分ね、はい、っていう感じですね、楽しかった、はい、楽しかったという感じで、もうあっという間で残り時間もね、7分を切っておりますが、早かったですね、今日ね、あっという間で楽しかった、うん、初めていっぱい話聞けてよ、ね、電話中継もできたしみたいな、はいはい、というわけで、その国際交流フェス、はい、ごめんなさい、いまだに名前がわからないんですけど、まあまあその中継は入りましたので、ちまき食べたい、どうですか皆さん、そういったイベントとかもね、食べたよね、食べましたちまき実際食べたんですけど、うん、美味しかったので、たぜひなんかフェスティバル行って、うん、食べていただいて、台湾の食べ物が日本で食べれるってね、うんうんうん、嬉しいね、うんうん、いいですね、うんうん、チャンスチャンス、さっきのさキノコのやつなんだ、キノコのペンネみたいな、違うキノコイタリア、おかしいおかしい美味しそうだった、なんか言ってたよねさっきね、あれめっちゃ美味しそうと思って、食べたい、ね、行きたい、もうみんなでプラザハウスでしたね、そうですね、結構まだ時間あるから、うん、終わってから行きます、まあ、まだ6時間あります、ちょうど昼ブーム過ぎた後ぐらいでなんか空いてそうじゃん、うん、4時間あるのでまだ、あとそうですね、はい、あ俺今6時間とか間違えた、計算ミスったね今、はいはいはい、んちょちょちょっとね、うんうん、はい、の中の銀のホタルさんから入り口のドアに横顔見えるのは幻かって来てますけど幻です、幻です、幻ですちょっとちょっと怖い、銀のホタルさんだけちょっと見えてはいけないものが出てるかもしれないので、そっち系の人なのかな、かもしれないですね、幽霊って画面越しに見えるのかどうか画面越しだからこそ見えそうなの、写真とかあるじゃないですか、はいはいはい、おかまあまあいいね、気にしなかったことご覧いただけるだろうかそのパターン、そのパターンをツイキャスでまさかの、まさかの、はい、入り口のドアって言うからあなたたち二人のところちょっと危ないでしょよくわかんないけど、あしかしたら私ですか、中華ですかまさかの、まさかの今まで話してたのに本当に現実触れてきちゃうのかなはい、はい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 、なるほどね、行きたいめっちゃ、ね、行きたいです、ね、まあ天気もね、さっきまでちょっと小雨がパラついてたんですけど、今は多分上がってんのかな、一応曇ってはいるけど屋根もあるみたいな、はい、行ってたんで、失礼なんでおそらく、じゃあ私は吉本コーヒーさんでも行きましょうかね、名前がね、はい、こうまで、こう、吉本こうこうまでで、おうみたいな点
てんてんひーみたいな違うんかいみたいな。中継中自分の顔がやばかったです超にやけてました。にやけてた最後のひーでおーコーヒーの方ね。コーヒー芸人さんいるかもしれないから行こうかな。きっといるよ沖縄。なんでこっち沖縄吉本のね。あ、はい、いる絶対いる絶対いる。一緒に行きましょうじゃちょっとバイトなの。あ、バイト。あ、バイト。うわー丁寧に断られてた。これは丁寧だから。はい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 、という感じですね。今日も早かったですね。あっという間ですね。もう来週の放送からも3月ですよ。はい、早い早い。あの、ま、超どうでもいい話なんですけど、うん、1月、あ、1月じゃないや、2月の1日から28日までと3月の1日から3月の28日までで全部曜日が一致してるのって、うん、はい、お席まで気づかんくて、気づいた時めっちゃ感動したって話で、要は28日って7の倍数だから、うんうん、ちょうどねぴったり揃うんですよ。あ、そっか。気づかなくてすげえと思って感動したって話です。何の話だからか分かんないけれども。あ、二十歳なりたい。え、まだなってない。まだ1ヶ月以上あるってもう俺3月28まだ1ヶ月以上ある。自伝かわいそうだね。そうそう、卒業式の前日に入校式してた。へ、うん、なるほどね。という感じの、はい、あ、なんか今、はい、さっき話してた国際交流フェスティバルのサイト見てるんですけど、はい、さっきなんか料理以外にもステージもあって、うんうん、やばそうなんか誰とかはないんだけど、なんかどこどこの音楽、ボリビアの音楽とか、ベリーダンス、ベリーダンス、ね、フラダンスとか、うん、空手とかもあるし、うん、なんかフラメンコとかなんか楽しそうですよ。楽しそう。インド料理うまそう。この見るのは無料なんですかね。あ、見るの無料って書いてる。多分ステージでなんか観覧無料ですみたいな感じじゃん。無料って書いてるステージ。いい、楽しそう。一国を感じる。行きたかった。ちょっとバイトの仕事ちょっと岡田之助さんお願いします。了解です。あ、僕がシフト考えればいいです。オッケーです。調整します。誰ですか。わかんない。わかんない。はあ、という感じですね。あ、なんかあります、告知。来週ですけど、はい、多分この人数よりちょっと増えるかもしれないです。お、来週はですね、ゲストさんをお迎えして番組をお送りしたいと思います、うん、はい、なるほど。まあそのゲストは後でまた後でじゃなくて、なんて言うんですか、あの、交互期待的な、交互ご期待シークレットゲストね。シークレットゲスト、はい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 、あなた手をこうやると俺がゲスト俺じゃないからねってあ、そう、見えない誰かっていうのがあ、こっちにいるの。画面越しだと見えるかもしれない。岡田之助さんと地区の間にギリこっちの辺に了解了解、はい、そんな感じでやりました、はいはい、ごめんなさい大丈夫です、はい、後で編集で、ね、後で編集でちょっと YouTube に不安定、写真載っけちょっと YouTube に上がる時にある。岡田之助さんまでボケボケしてきたちょっと演奏さんあった時な、こちらに写真ポンって載せましょうか、考えておきます、はい、というわけで、和樹さんさらに来週にぎやかなるねということで、はい、聞きますんで来週もよろしくお願いします。ぜひ。はい、というわけで、はい、ね、いい時間帯なので番組締めましょうか。はい、はい、というわけで2月26日本日のお相手は小園介とちいかと萌えとひよりことえいたとなるみと夏野でした。それではまた来週の放送もゲストいますのでぜひお聞きください。さよなら。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございます。